イキュー。どうもこんにちは、セリセブンのハラパーでございます。今日はホワイティ梅田編です。よし行くぞ、チルカカッツ。取られてるのにね、あの人。やっぱりこう飲むところが多いですね。おいおいおい、トランペットの憧れ少年か。渋すぎへん？渋すぎる、なんか居酒屋的な。で、ここすごいのさ、夜の定食食べる。定食屋さんなんだ。で、こっちはワンコイン丼あって、お昼の定食なんだ。ナス、ポイント高いっすよ。出た、原田さんのポイント高し。よし、ここにしてみよう。渋いところに入っておりますね。聞こえるでしょうか、スーパームード歌謡が歌っております。何にされましたか。アジフライ定食にいたしましたよ。そば、麺、醤油、油、さ、すごくないこれ。超でかいっす。ご飯のつややかさね。つややかさ。まず皆さん気になってるでしょう。ご飯からいきましょう。ご飯は大体一緒やん。秋田小町。いや絶対的そうに言って。あ、これか。気になってんのは。でかいですな。めちゃくちゃうまい。定食で食うアジフライってさ、ちっちゃくてベチャベチャしてる感じするやんか。サックサクのふんわふんわやろこれ。マジ。店舗名みたいなの漫画に外すと、はい、店で食べるざるそばと、うん、ジャージフライ定食どちらの方がいかがでしょうか。発表します。深本の勝ち。深本さんの勝ちでございます。定食やからって適当に冷凍とかのやつじゃない感じがすごいいい、優しい。実家帰ってきた感じ。星は星11個マックスが分からない。チャンネル登録するのが